収穫だらけじゃないですか。損したことは一回もないですね。すごく自分たちのガゼットとしてのなんて言うんだろう、一つのある道は歩けてるんだなっていうのがすごくやってく上でも感じてられたのが、もう後になって感じるっていうのはもちろんあるんですけど、そうじゃなくてこうリアルにやってく上ですごく感じれたのがすごくこのツアーでは貴重な体験だったなとは思うんですけど、うん、精神的に強くなってもそうあんま動じなくなったっていうんですかね、うん、だから楽しかったですね、うん、やっぱ今回のツアーは本当俺の中で特別でそんで本当にこんなにファンに感謝したことも今までも感謝したんですけど、それさらに感謝できるぐらいのいいライブだったんですよ。一緒になれたし、そのシックスガンズっていうその他人じゃない感じのことをもう言葉だけじゃなくてもう実際にやってのけたっていう自信もついたし、なんとなくこうファンとの距離が近くなったなような気がするっていうのと、なんか音楽に対しての考え方が変わったようなそんな気がしたツアーでしたかね。チケットが取れたっていうこのなんかこうすごいワクワク感がそうか、そんなやつらこの辺しか来てない。でもだからって安心するんだよ、みたいな。これは痛み止めです。まあ痛み止めなんかなくても余裕なんだけど、じゃあ外せよ。それあの万が一っていうのは備えてね。高崎でテンション上がってると何やっても痛くないじゃないですか。だから加減が分かんなくてベースぶったたいてて、でライブ終わって楽屋戻ったら結構腫れてたんですよね。それで俺水道水飲めねえや。俺は最初折れてんのかと思って。マジかよ、やっぱ芸能人ですね。でちょっと焦って冷やしてたんですけど、もう結果的には全く大したことなかったですけど、あの時はもう折れたと思って。いや俺無理だ、俺手怪我してんの。ほらあげなよ。いやあげらんねえよ。あげなよ。じゃあ俺がやっとくよ。レイトです、今俺がカメラマンやってます。ルキがはい、これ何？俺のベイビーです。うん、興味ねえ。じゃあ取材すんなよ。芸能人ちげえな。おい当たらずないよ、お前。余裕だ。よし来い。よし来い。行くぞ。ゲッタイ。こうやるとどうも手がつりそうになるから、もうしょうがなく痛み止めも飲んでたしテンション上がってるから、まあ、痛くないだろうと思って外して、そっからは全然平気でしたね。ライブ中は終わったらまた痛くなりましたけど、やっぱライブ中のテンションなら余裕でできました、ね。
凶暴みたいだな。それは何をしてるんでしょうか。え？あれ、ウーラ君何やってんの？肩揉んでる。はい、ルキさん。芸能人。やっぱ芸能人は違えな。いや。あ、映像じゃん。本当だよ。行ってくるぜ。感情をステージで出すことは別にそんな悪いことじゃないと思うし、いいかなとも思ってたんですけど、うん、その長野で早めに帰っちゃった時に、そのファンレターとかでこう、なんで葵さんはすぐ怒っちゃうんですかのただもらいまして出しすぎんのも良くないのかなと、うん、と自分の中で考えたところもあるし、やっぱこう自分らもそうですけど、そのファンの子的にもこの日しか来れないとかいう子がいる中で、そのうん、いや怒っちゃってっていうのは良くないなと、うん、やっぱ最後はみんな笑ってたいしみたいなところで、その辺はやっぱ自分の中でも改めなきゃなと思うんですけど、ただそのそれ以来怒ってないですよ本当に、うん、なのにその後でもこの曲で葵さんが怒っててとかってなってて、なんだというのをちょっと言いたいですけどね、うん、新潟でーす。ここだけ。右はどうした？うがい薬です。相当苦いです。焼酎です。相当苦いです。上着がないっす。あれ、あ、上着がね、いやもう本番前だった、さっきあった、もう本番前だった、いやさっきあったんだけど、それでいいですか。もう早速しちゃいました。行きますか。気をつけます。第一問行きますよ。待ってください、カイさんがいない。え、カイちゃんいないよ。いらない、いらない、カイちゃんがいない、カイちゃんいらない、カイちゃんいらない、カイちゃんいらない、いない、どこ行った。じゃあ今日は新潟、愛してるぜお前ら。真っ暗だぜ俺ら、いい感じだぜ。で、蕎麦を食った帰りですが、みんな食いすぎて草加さんのお腹すごいっす。みんな食いすぎてんのに草加さんだけピカポン。何何何何何これだ。帰り行け。騎馬戦だ。よしよし、ズラを取れ。いいよ、こんな絵を撮って何に使えるの。これは俺の騎馬戦、騎馬戦、騎馬戦、いや、これは俺の好感度アップです。
ってる。お前これ使うよ。今使うからな、お前。いや、カットしろよ。カットしねえよ。どうしたよ、海君。海君どうしたよ。いや、何探してんの。あるはずのものがない。なくなってしまう。何探してんの。どれ。ちょっと待って。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、何ホテルに。今日は金沢アズアズ AZ でアズです。新潟のホテルに忘れた財布を今君に持ち帰って。ありがとうございます。申し訳ございませんでした。ルキ君がサインを書いております。一書き2万円です。ルキ君はやめろ、一日より。あいくん何書いてるんですか。うるせえな、おぼけ。はい、プライベートね、こんな口調ということで。うるせえんだよ、さっきからおめえはよ。はぁ、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 H?はぁ、あ、地酒が僕のテンションを上げているものです。乾杯。お前さ、そういうの笑えないで多分引くぞ。いや、そのままです。これうがい薬なんで。ノードラックノーと言える勇気を。ブイついてもいい。お前もはい、そんなとこで売ってねえで、ノーと言える勇気をください、ください。あさり、やめらんねえの。シャドウの頭は昨日と同じ感じで。決定！自分の中でドラマっていうものは
すごくこう落ち着いてなきゃいけない。常にどんなことがあってもメンバー全員の音が一気に途切れてもドラムだけはうろたえずに叩いてなきゃいけないっていう自分の中でのこう理想像っていうんですかね、そういうのがあったんですけど、機材トラブルといえどもあそこでやっぱり曲を頭の中で常に追っていって冷静にまた元に戻って立て直すことをしなきゃいけない一番の人がドラマーなのにっていう、それ日記にもオフィシャルホームページの日記にも書いたんですけど、あれはもう二度とああいうことはしないようにしようって思って、声出ない、頑張って、はい、始まりました、この酒、お酒、お酒を学んでいこうコーナーお酒を学んでいこうコーナーライブ前にね、こんな品種ですね、これやってるのはあれなんですけど、今日いただいたモエシャンドン、これちょっと味見してみようかなと思って、お酒が結構浦和さん的には結構こう毎回こうたしなむ感じなんですか、ライブ前は。まあもらえれば的な、ね、なるほどなるほど、いただきます、はい。なんかファンメールとかでたまに来るんですけど、なんかそんな酒とか飲んでるようなふざけたことをしてるんですかみたいなとか、やっぱ俺もそれはあるんですけど、やっぱなんかあんまりその遊びでやってるわけじゃないし、ふざけて酒飲んでガーってやってるわけじゃないんですけど、やっぱそれライブにその普段のテンション持っていくわけにはいかないじゃないですか。やっぱ常にハイでありたいし、でも結構それが難しくて、うん、それでやっぱこの一人になるときにこのコントロールしようとするんですよね。なんか
もっとこう落ち着いてちょっと気分を上げてでも冷静でみたいな、やっぱそんなフラフラになっちゃったらダメだけど、やっぱ気持ち的にちょっと上がるぐらい、うん、って言ってこうちょっと自分のテンションのコントロールがうまく、難しいんでやっぱ、まあ、お酒に頼ってるわけじゃないんですけど、うん、やっぱねそういう上がってる楽しい、自分が楽しんでないとやっぱ楽しさを伝えることができないと思うんですよ。やっぱこう三重県っていうのはあんま来ないんですよね、やっぱそういうアーティストだったりっていうのは、うん、その中で、うん、自分がその過ごしてきたところでライブをできるっていうのはやっぱ嬉しいですよね、単純に、うん、東京行く時にもこういつかやりたいなと思ってたんで、うん、一つ夢が叶った感じで楽しいな、出るのやめる、やめようか、やめようか、もう止めて止めたらじゃあ一発目かまして行きましょう、行きます、帰ってうん、周りがそのやっぱ三重県はなんていうんですかね、ちょっとでもこう俺を前に出してくれよっていう気持ちは嬉しかったですよね、やっぱ、うん、他のメンバーだったりスタッフさんとかだったり、うん、そうですね、だから多分いつもだったら若干不機嫌になっちゃうかもしれないぐらい狭かったんですよ、動けないし、うん、でその中でもこう気持ちよくできたかなと、また行きたいぞみたいな感じ。そうですね、MC を全部ありがとうございます。お前ほんと急すぎるよこれは。お前どこに持ってこい、今日もレイタ君がやってくれなかったんで、今日は佐賀さんにやってもらいました。今日の意気込みも一言カメラに向かって、今日も頑張ります、よろしくお願いします。拳を上げろ、拳を上げろ困ってる米子っつうのはね、なんもです、かなりの田舎で、でも俺ん家もそんな感じなんで親近感湧いてますね、ウルハ君。え、何？いや、なんもないけど、うちらのとこぐらい寒い、おい話すってねえよ。じゃあ、リュウヤーよし、はい、っていう僕の相棒です。なんですか、みんなね、俺にね、こういろいろこう頼みすぎ、こうちょっとちょっと俺のね、容量もね、以外でも限界あるんですよ。ちょっと今横顔がちょっと俺に見えたんですよ横が、あ、ちょっとほらほら、なんか、あ、すごいこのちょっとに、あ、でも正面向くとすごいなんかえげつない顔してる忘れ物が多い、忘れ物多いが多いのがどうしてなのかっていうのは一番は僕が聞きたいですねなんであんなに忘れ物をするのかっていう、でも考えても答えが見つかんないんですよね。締めるラインというか、もう首締め筋をですね、今の今までずっと合ってるということですね。僕の話を
ってない。カットかなこれ。マツケンさんが。え、何それ。ライブ中もそうなんですけど、基本的にはあんなですよ俺。うん、なんか静かですねとか、一番大人っぽいですねとか言われるんですけど、そんなことないです。うん。うん、たまたまその今までこういう機会がなかったから、表に出る部分っていうのがそんなにはしゃいでる感じじゃなかったんで、うん、まああんなんですよっていう。